はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は Adobe Fresco の最近出た新機能をざっくり紹介していきたいと思います。で、先月ですね、2020年の5月にこの Adobe Fresco で結構大幅なアップデートがあって、面白い機能がたくさんついたんですけど、私がいつも使ってる Procreate にはない機能とかもたくさんついてるので、ぜひ今日はそれを覚えていってほしいなって思います。で、このアプリのアイコンもすごく変わりました。以前まで Adobe Fresco って黄緑色のアイコンだったと思うんですけど、ブルーになりましたね。これ結構びっくりしました。で、他の Adobe のアイコンも色が変わったりとか、あと縁が取れたりしてますね。周りの縁です。で、今お見せしてるのが動画系のアプリと写真系のアプリなんですけど、動画系だとプレミアプロ、ラッシュ、アフターエフェクト、キャラクターアニメーター。この辺が全部色が統一されて紫っぽいのになってて、で、下がフォト系のアプリですね。フォトショップとか、ライトルーム、ライトルームクラシック、フレスコ。この辺がまとめてブルー系の色に統一されました。で、なんでこのフレスコがフォト系のアプリにまとまっててブルー色になってるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあこういうカテゴリー分けに変わったみたいなので、ぜひ皆さん覚えておいてください。で、この Adobe Fresco の動画なんですけど、今回は2本立てになってます。で、今日紹介するこの10分ぐらいの動画で Adobe Fresco の新機能7つ紹介していきます。で、次の動画でこの Adobe Fresco の新機能を使ってこういうリアルなね、ドーナツの絵を描いていきたいと思います。で、新しいブラシとかを使うと、こういうドーナツのチョコレートのリアルな表現だったりとか、パンの表現とかをね、簡単に描くことができるので、ぜひ次回の動画までね、最後まで見てもらえると嬉しいなって思います。はい、じゃあ Adobe Fresco を立ち上げたら、一番初めですね、左下に新規作成っていうボタンがあるので、ここから始めていきます。で、これを押すとキャンバスのサイズが選べるので、今回は現在の、画面サイズかなっていうやつに選んでください。で、これを押すと皆さんの iPad の画角、 iPad の画面のサイズのキャンバスが出てきます。で、Adobe Fresco なんですけど、おすすめはですね、ダークモードにして描くことをおすすめします。右上、上から下にシュッて下ろしてくると、コントロールセンターっていうのが出てくるんですけど、この中から明るさパネルをですね、長押しすると、ダークモードオンオフを切り替えることができます。で、これダークモードオンにすると、こんな感じで周りが真っ黒になって、キャンバスだけが白くなるので、キャンバスがどこにあるかっていうのがね、わかりやすくなるので、ぜひダークモードで描いてみてください。はい、じゃあ一番初め、直線ツールから解説していきます。ブラシ何でもいいんですけど、私はコミックっていうボックスの中のシャープインカーっていうのを使っていきます。で、直線ツールっていうのは、プロクリエイトとかにはある機能なんですけど、こうやって綺麗な線を描こうと思っても、今まで Adobe Fresco だったら綺麗な線描けなかったんですけど、線引っ張って長押しすると綺麗な直線を描けるようになりました。で、この機能欲しいって思ってた人結構たくさんいると思うんですけど、ようやくね、これが使えるようになります。で、これ直線だとできるんですけど、四角形とか、あと丸に関してはまだ対応してないです。これプロクリエイトだと丸書いてギュッてホールドしてると綺麗な楕円形になったりするんですけど、今のところフレスコはまっすぐの線のみということです。で、この直線ツール使いたかったら、設定のところをいじる必要があります。設定のところからアプリケーション設定に行って、左のサイドバーの入力っていうところを押します。で、すると、その中にスナップラインっていう項目があります。で、これをオンにしてると直線が引けます。オフにしてると直線引けないので、使いたい人はここをオンにしておいてください。で、この直線ツールと似てて、定規ツールっていうのがつきました。右下にこの定規のマークがあるんですけど、これを押すと、こんな感じで定規が現れます。なので、綺麗な直線を描きたいときは、これでも大丈夫ですね。何本も直線を描きたいときは、この定規ツールを使ってやった方がいいと思います。はい、で、次、シェイプツールです。シェイプツールは左のツールバー上から5つ目に新しい項目がここに出てるんですけど、ここを押すと、一番上基本シェイプっていうのがあります。で、この中に丸と四角と、あと多角形っていう項目ができていて、綺麗な楕円形とか四角を描きたい人はこっから作っていく形になります。で、多角形に関してはこうやってプラスとかマイナスを押していくと、この角がどんどん増えていったり減っていったりします。で、例えばこれで塗りつぶししたいときは、下に塗りっていう項目があるので、塗りをして、
例えばピクセルっていうボタンを押すとこんな感じで多角形ガイド引いたやつの中を塗りつぶしすることができます。なので今回の Adobe Fresco のアップデートではこういう綺麗な図形だったりとかシェイプを作るのに結構強化したんじゃないかなっていうふうに思います。今まで Adobe Fresco って水彩ブラシとか油彩ブラシとかあとにじみとか本当にアナログな表現に特化したアプリっていう感じだったんですけど、今回のアップデートでこういう綺麗めのデザインっぽい、イラストみたいなのも描けるようになるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で4つ目がベクタートリミングっていうのを紹介していきます。Adobe Fresco にはベクターツールっていうものがあります。左のツールバーの上から3番目ですね。3番目がベクターブラシと呼ばれる、ベクトルっていうね、パスで書いた線が書けるブラシなんですけど、ちょっと書いてみると、こういう風にすっごい滑らかな曲線を書くことができます。で、このベクターツールで書いた線に関しては、どんだけこうズームしても、綺麗な曲線っていうのは変わらないんですね。ピクセルブラシとか他のブラシで描くとズームしていくとジャギーになっていくんですけど、このベクターブラシで描くともうずーっと滑らかな曲線であるのが変わらないです。で、このベクターブラシに関してはイラストレーターとかに送って後でパス編集とかもねできるようなブラシになってるんですけど、これにちょっとしたアップデートがあります。で、例えばなんですけど、こういうすごく複雑な模様を描いたとして、このはみ出しちゃったところとかね、一部の部分を消したいなと、トリミングしたいなって思った時に、このベクタートリミングっていう機能を使うととても便利なんですけど、そのやり方としては、まずこの左下とかにタッチショートカットっていう丸いボタンがあるので、これをダブルタッチしてください。そうすると真ん中が青になったり、外側が青になったりするんですけど、この外側が青になった状態でこうやってはみ出したところをなぞってみてください。そうするとベクターのこの一部分が消えます。これすごいですよね。消しゴムだとちゃんと綺麗にブラシでなぞらなくちゃいけないんですけど、このベクタートリミングだとベクターの一部パスをカットしてそこを消してくれるっていうような感じです。なのでこうやって形を整えていくと綺麗な模様が作れたりします。で、この左下のタッチショートカットですね、さっきから説明してるやつ、以前までだったらタッチしながらなぞると消しゴムに切り替わるっていう機能だったんですけど、今回のアップデートでこうやってダブルタップして2個のショートカットをここに当てはめることができるようになったんですね。で、真ん中ブルーボタンがついてる状態だと私だったら普通の消しゴムで、周りにこうブルーが覆われている状態だとベクタートリミングの設定になってるんですけど、そうするとこうやってね綺麗にトリミングしたり消しゴムで後から消したりっていうことができるようになるので、このタッチショートカット2つ機能がついたよっていう風に覚えておいてください。これが5つ目の新機能になります。で、このベクタートリミングなんですけど、さっき紹介した定規ツールと合わせると結構面白いのを作ることができます。今定規ツールを使ってブラシはベクターのブラシを使ってこうやって格子状に線を描いていってます。で、できたら消したいところをさっきのベクタートリミングで消すんですけど、タッチショートカットダブルタッチして、で、外側に枠がついてる状態にして、いらないところをこうやってなぞっていきます。そうするとどんどん消えていくんですね。で、これを続けていくとちょっとなんて言うんですかね、なんか迷路みたいな綺麗な図形を作ることができます。こういうのアイデア次第でね、面白い図形ができるんじゃないかなと思って、この辺はプロクリエイトとかアフィニティデザイナーにはない機能なので、ぜひ使ってみたいなっていうふうに思っています。で、6つ目が混合ブラシです。混合ブラシは一番上のブラシの中に、ボックスが1個増えてて、ここに混合ブラシっていうのができてます。で、混合ブラシ何かっていうと、色を重ね塗りした時にその色が、重ねた色がですね、綺麗に混ざってくれるっていう機能なんですけど、これ今までなかったんですね。なのでちょっとお見せします。
で今スクエア混合っていうブラシを使ってこんな感じでブルーで色をとって、色を変えて今緑色で上からなぞってみます。でそうするとこうやって重ねたところがですね、綺麗に馴染んでいってるのがわかると思います。で、また色を変えて次黄色をとって上からなぞると、こう強くなぞるとかなり混ざってくれるし、あんまり力を入れないと混ざらないっていうような筆圧設定にもなっているので、こうやってね、筆圧をコントロールしながら上から重ねていくと、とても綺麗なグラデーションを作ることができます。でこの混合ブラシと似てるやつの中で油彩ブラシっていうやつもあります。でこの油彩ブラシは油絵みたいなイラストが描けるやつなんですけど、例えばこの油彩ブラシの中の筆1個取って同じ色でちょっとなぞってみます。で、油彩ブラシはズームしてみるとわかるんですけど、こうやってね、油が紙に乗っかったようなちょっとぷくっと膨れ上がった表現をするんですよ。本当になんかリアルにそこに絵の具を乗っけたような感じで描いてくれるのがこの油彩ブラシなんですけど、この油彩ブラシも上から重ねていくと今見てわかると思うんですけど、混じっていってます。でこれズームしてみるとわかるんですけど、さっきの混合ブラシと違ってやっぱりこう油が重なって混ざっていってるような感じというんですかね、ちょっと表現が難しいんですけど、若干ギルティーな感じで混ざっていってるのわかりますか。でもこれ混合ブラシだとすごい滑らかに綺麗にグラデーションが作れるっていう感じです。でこの2つ説明するのは結構難しいんですけど、実際に使ってみると、あ、こういう感じで違うんだっていうのが分かると思うので、ぜひ皆さんもね、 Adobe Fresco 立ち上げてこの2つの違いを見てみてもらえるといいなって思います。で最後スポイントツールを解説します。スポイントツールはツールバーの下の方にあるこれですね。これスポイントツールなんですけど、これで例えば、自分が使いたい色を画面の中からピックアップすることができるのがスポイントツールです。で今赤でスポイント取ったので、こんな感じで、赤ブラシで描くことができるんですけど、これにマルチカラースポイトっていうのが新しく追加されました。この下のところですね、これスポイトツールも2個選べるようになったんですけど、下の方がマルチカラースポイトで、例えば同じようにこの辺の赤の上にかぶせると右上にマルチカラーっていうボタンが出てきてます。でこれは今指定しているポイントの周辺のエリアからミックスして色を取ってくれてて、でそれをマルチカラーって言うんですけど、例えばこの状態でこうやって違うところにブラシでなぞると、この周辺のカラー、ミックスしたカラーで、ブラシで線を描くことができるという面白い機能ですね。で、ブルー色がいいなって思ったら、この辺ですね、ちょっとブルーとエメラルドグリーンの間ぐらいのところを指定して、こうやってマルチカラースポイト取ると、こういうね、綺麗なグラデーションブラシが自動的に作れるというような感じです。で、もっとレインボーみたいにしたいなと思ったら、このスポイトツールのエリアを小さくしなきゃいけないので、こうやって選択ツールでここ囲って小さくします。で、小さくした後に、スポイトツール取って上に被せる。そうすると右上のマルチカラーのところがレインボーみたいになってると思うんですけど、この状態でブラシで描くと、もっとたくさんの色をですね、このブラシの中に詰め込むことができるので、まあたくさん色を使いたいなと思ったら、このピックアップするところのエリアをですね、小さくしてあげるといいと思います。で、これ使うと結構面白い抽象的な表現ができたりするので、背景とかにもね、使えるかもしれないです。今回レインボーでやってますけど、本当にこれね、幅が広がるというか、アイデア次第で面白いブラシがたくさんできたりするので、ぜひ皆さんもね、面白いのを作ってみてください。はい、ということで、今日はこんな感じで Adobe Fresco の新機能の紹介でした。いかがだったでしょうか？で、ちょっと紹介したい方がいるんですけど、私のオンラインコミュニティの iPad Mate っていうメンバーさんの一人で、アサさんっていう方がいるんですけど、この方すごく Adobe Fresco に詳しくて、わかりやすいこういう図解、新機能の図解みたいなのを Twitter とかに上げてくれてるので、ぜひ皆さんね、このアサさんの Twitter フォローしてもらえるといいと思います。本当にわかりやすくて、絵もめちゃくちゃ上手だし、本当に素敵な方なので、ぜひフォローお願いします。
で、iPad Mate のコミュニティ内でもすごくね情報発信してくれて、みんなに Adobe Fresco のいい情報とかを届けてくれてるので、まあこういうのねもっと知りたいっていう人はぜひオンラインコミュニティも覗いてもらえるといいなっていうふうに思います。概要欄の方にリンク載っけておきます。はい、ということで次回は、この今回紹介した Adobe Fresco の新機能を使ってドーナツのイラストを描いていきます。主に混合ブラシですね、色が混ざっていくブラシを使って、このドーナツ描いていくので、ぜひ次回の動画も楽しみにしておいてください。はい、ということでよかったらいいねボタンも押してもらえると嬉しいです。ではでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。